愛ちゃん、大丈夫？大丈夫です。本当？ちょっと、はい、何今の小芝居？ボケボケしてたけど、ぼーっとしてたんですよ。ちょっとボーっともしてたの？いや、なんかちょっと夕飯のこと考えてました。食べ物か、そっち。もうちょっとこうね、はい、色っぽい話とかの妄想じゃなかったの？ちょっと違いまして、肉焼いてました。肉焼いてました。じゃあもうちょっとほら、よだれとか垂らして妄想してくれないとね。そこまでしないとですよ。そしてなんか再生回数が増えないから、カイトちゃんがよだれ垂らすぐらいの強い絵が欲しい。私は菅先生よだれだ、ね、次はじゃあよだれだって。毎日同じ生活を繰り返していますか？仕事で大きな失敗をしたことがありますか？ 25. It's not there. 空想することはありますか？自分を変えたいと思いますか？この映画の主人公はあなたです。ライフ妄想といえばね、今回の映画部のね、お題目、うん、ライフですよ。ライフ、はい、見た？みんなちゃんと見ました、うん、どうでした？いや、すごい面白かったです、うん、なんか見た後に本当に晴れやかな気持ちになりました。晴れやかな気持ちに、うんうん、最後がグッときましたね。だよね、うん、泣いちゃった。いやいや、またまた。え、涙出るんですか？私ね、なんとね、涙出るんですね。嘘、びっくりです。 It's life。 やっぱ年取るとさ、すぐ泣くようになるのよ。もちほら、実はこう見えて同世代かな。そう、同い年。え、同い年ですか？そうなのよ。学年が一個違うぐらい。早生まれなんで。そうそう、だからまさしく同い年でしょ。まさしく同い年。もう隠してんの？隠してないですよ。71年度でしょ。72年生まれですけど。そうそうそう、年度は一緒なのよ、ここ。そうですね、うん、で、そのモッチーと同じ干支のね、カイドちゃんだもんね。そうでした、ネズミ年でした。ネズミ年で水瓶座なんですよ、うん、12年の歳月がね、ここには大きな溝があります。大きな溝、12年という。でも12年。溝埋めない、そんなことで。いや、でも今回の映画は、うん、いや、そういう年齢とか関係なく、うん、グッとくるものがあると思います、まあね、そうね。でもほら、タイトルがライフで、やっぱ人生っていうぐらいで、うん、やっぱりこう主人公も仕事をある程度してきたりしての思いがあるから、うん、よりこっち世代の方がもしかしたらグッとくる度は高いかもね。確かに、うん、よりちょっと長く生きてる方がっていうことですかね、うん、そうだね、うん、なんか映画の中でさ、すごく重要なポイント、最初のね、カイトちゃんが小芝居してくれた妄想もそうなんだけど、うん、はい、もう一つ旅がすごく出てこなかった。いろんなところに、ね、しかもダイナミックだった。そうなの、ね、すごい綺麗でしたよね、映像も、ね、あれどうなってるんですかね、うん、どうなってるって。あれ本当の自然なのか、 そこに行ってやってるのか、ね、特にあの山の上とか、ヒマラヤ、そう、どっち、これ本当に歩いてるのかなとか思いました。うん、私もね、そこら辺はよく分かんない。だけど最近の映画って確かに合成技術すごいからあれだけど、でもこの映画がそれ全部合成でしたって言うと、ちょっとメッセージがどうかなっちゃうわね。やっぱぜひとも本当の火山とかで撮ってほしいけどね。でもスケボーできるんですね、あの主演のベスティラ、はい、うん、あれも本当にしてんのかな。あれは合成できないですよね。そっか、すごいかっこよかった。飛んでるところにスケボーつけたしてるみたいな。あ、そういうこと、ジャンプだけ。いや、でもしてそうな、うまかったよね、この1回転する。ね、あのだから旅よ。旅は二人はどう、旅ってしてる？忙しいだろうけど、してます、してます。よくします、うん、どこに行くの？私はシンガポールに最近じゃないですけど一番近々では行って、マーライオン、うん、世界三大がっかりのマーライオンを見てるの。しかもがっかりな上に工事中で全部囲われてて見ることもできなかったんですよ。残念でした。そんな旅、そう、しかもなんか友達がお財布なくしちゃって。そう、でもそういうハプニングがあると、うんうん、普段は話しかけないような人にも片っ端からこう英語で頑張って話しかけるので、財布を知りませんかみたいな。そうなんです。だからまあ出会いというか触れ合いはありました。うん、お財布は結局なかったですね。なかったんだ、残念。